古代エジプトの部編の復元月現前19世紀、イリオストルコジャイサルメールインドパルマノーバシーイタリア、アビラスペインゲッティンゲンドイツカルカソンヌフランス、ナールデンシオランダ1572年のパリの図、大がガいイカベジンバブエ城郭都市とは、城壁で周囲を囲み、堅固に防御した都市を指す。土塁、堀なども防御施設として用いられる。城郭都市の歴史は古く、エジプト文明、 メソポタミア文明、インダス文明、中国文明や古代ギリシアの各地に誕生している。城郭都市の起源は、観光集落と考えられ、新石器時代に農耕が誕生するとともに、世界各地で普遍的に見られた。農耕の発達が始まり、集落に富が蓄積されるようになると、これを奪おうとする外敵の脅威に対して防御するため、周囲に堀をうがち土を盛り上げて、 土塁とした。やがて防御力強化のためより堀を深くし、水をため、土塁には柵を設けた。さらに、半畜、レンガや石を積んで壁を作り、壁は、より高く、剣固巨大となり、都市になっていった。これらの城郭都市は、古くから都市文明が交流し、部族、民族間の争いが頻発していた地域において、著しい発展を遂げた。ヨーロッパの都市は、 ローマ帝国の軍隊の宿営地を起源としているものが多い。ヨーロッパというのは、ローマ帝国の市民から見れば、ガリアと呼ばれる場所で、辺境の地、まともな文明がない野蛮な者たちが住む場所という位置づけであった。ローマ帝国は領域を広げるにあたって、ローマ軍を派遣し現地の者たちと戦争を行い、そのほとんどの戦いで現地の者たちを打ち破っていったわけである。 ローマ帝国は土木技術に優れており、帝国軍が進軍した場所に、ラテン語でカストラカストラという軍事拠点圏宿営施設を構築した。ローマ軍のカストラは、ローマ軍がいなくなった後も残され、現地の者たちがそのまま使い、やがて町となっていったわけである。そういった理由で、ヨーロッパの都市名には、カストラから派生した言葉が残っているものも多い。例えば、 ランカスターのキャスターもそうである。中世以前の大陸の主要大都市には、ほとんどの場合高い城壁が備えられていることが一般的であった。東ローマ帝国の帝都コンスタンティノープルは高さ10、数メートルの30の城壁で守られていたし、イスラム文化圏の中心都市であった、バグダードも7つの城門を持つ、直径2.35キロメートルの円形の城壁で囲まれていた。 近隣の都市同士の領土争いも相当なものがあり、城郭都市が建設された大きな理由の一つであるが、もう一つにヨーロッパはユーラシア大陸というヨーロッパとアジアの大陸を合わせた巨大な大陸の一部であり、地続きでいつでも外敵が入ってくる可能性にさらされている土地であるので、基本的に敵の侵入に対する対策は欠かせないというところがある。城郭都市、城壁都市では、 城壁には、城門が構えられ、堀がうがたれて、跳ね橋などが設けられている場合もあった。城門の外側にも一重城壁が設けられるなど、防備は厳重を極めた。城壁の上には、一定間隔で防老が設置され、壁に開けられた銃眼によって、敵を射撃した。城郭都市の内部には、丘陵に、領主の城官が建てられるなどして、城塞を形成し、 周辺には、家臣団のほか、一般住民も居住した。大きなものでは閣内に高地があるものもあり、井戸がいくつもあって、長期の牢状に耐えられるようになっていた。二度のオスマン軍のウィーン包囲に耐えたウィーンは深い堀と厚い城壁に塔と保留を備えていた。パリの城壁は、地域拡大に合わせて放射状に拡大され、六回も作り替えが行われた。最終の城壁。 ティエールの城壁は、総延長3 0トルを超える欧州随一の大城壁になった。近世に至り、大砲が発達したことで、高い城壁は防御の面で重要性を低下させ、実戦に耐えるために、城壁は低くなり、大砲の資角をなくすため、星型に両方を配する、星型要塞が主流となっていく。しかしそういった城壁も、 地域の拡張や航空機出現による戦術の転換のため、20世紀中には次々と取り壊されて、跡地は道路になったり鉄道用地になった。中には残された城壁が整備され、観光資源として活用されている例もある。平遥古城中国西安の城壁と、水堀中国水原下城、世界遺産韓国中国では、城の本来の語儀は都市を囲む防、ボール 城壁自体を指していたが、後に城壁で囲まれた内部をも含むようになった。特に城壁のみを指す場合は、白小という。二重になった城壁のうち、宮殿や行政機関といった都市の中心機能を守る、内側の城壁を、白、市街地を守る、外側の城壁、各と呼び区別した。宮崎市貞は、 中国の都の城の発展段階モデルを次のように説明している。最も現象の段階では、小高い丘に支配者の城塞が築かれ、その周辺に人民が参拠する山城式が成立した。次に、集落の周りを壁で囲った城主角樹式が現れ、そこから内側の城の城壁を強化し城壁が二重構造となる内城外角式と内城の城壁がはっきりしない。 白銃角種式へと平行的に変化し、白銃角種式から城壁が外角だけになる城壁式が生まれた。文献資料上では内城外角式は春秋時代に多く、城壁式は戦国時代以後、あるいは旗、寒大以後に多くなる。中国の城壁の特徴の一つに縄文が過剰なまでに多重構造で作られていることが挙げられる。これは、 亀城と呼ばれるもので、城門は二重、三重の城壁で守られていた。かつての首都であった南京と西安には大規模な城壁があり、保存状態も良好である。北京の城壁は、北京駅付近にわずかに残るだけで、ほぼ消滅している。吉野狩遺跡鎌倉姫路古地図江戸城、配置図日本には、本格的な都市が出現する以前の弥生時代に、すでに互いに拡挙。 構想する国の防衛拠点として、吉野ヶ里遺跡などの看護集落が発達していたが、これは統一国家の形成へと向かう中で姿を消した。やがて中央集権的な律令国家が建設されていく中で、中国の都の情勢の概念が輸入され、国土としての平安系や平城系などは、縄文や暴露を設け、威嚇都市の体を成していた。だが、これらの都の城は、 戦時の防衛に耐えられる城壁などは気づかれなかった。鎌倉幕府の本拠地である鎌倉は、西、北、東の三方を、霧通しや霧岸上の人工地形が見られる丘陵で囲まれ、残る南側も海が塞ぐ、馬蹄系の盆地である特性から、赤星直忠の研究以来、都市全体が自然地形を防御施設とする、城郭都市だったとする説がある。 これは、九条金金の日記、玉葉の樹影二年上に、鎌倉城という記述があることや、太平記での幕府滅亡の際に、鎌倉北西方面から侵入を試みた、新田義貞軍の攻撃を、幕府側が一時的にしのぎ、稲村ヶ崎への迂回突破まで防いだ描写がある、ことなどから言われてきたことであるが、赤星により防御施設とされた、お猿畑の大雪岩が、 建築土木用の石切り場であることが発掘調査で判明したことや他の鎌倉の人工的な地形改変も軍事要素以外の様々な目的による土地利用に起因していること、玉用の鎌倉城という言葉が城郭というより本拠地という意味合いで使われているとする斉藤真一の指摘など否定的な見方も出てきており、鎌倉城イコール城郭都市という捉え方には、 見直しが行われている。博多や境では都市の周囲を土塁と堀で囲み、また各地で土塁と堀で囲まれた集落も出現するようになる。一向胸の寺院も堀や土塁で防御された。その中でも大規模なのが石山本願寺で、後に大阪城の建設地となる。戦国時代になり、城が戦国大名の領国経営における、 支配中枢拠点としての重要性を増してくると、小田原城などに見られるように、城下町の周囲に自然の火星や堀、土塁を排した外郭構造が取られる城郭が現れた。総構えの代表的な例には、江戸城がある。徳川幕府が建設した城で、渦巻き状に堀を巡らしており、外堀の内側に徳川家に近い旗本などが住む武家の町を配置している。 ただし、明暦の退化後に、武家地を郊外に移転する都市改造を行ったため、戦で江戸の町全体を防衛するのは、ほぼ不可能になった。豊臣秀吉は、京都の町を全長 22.5km に及ぶ長大な土塁と堀で囲んだ。ありがとうございます。